にちは、立山望です。腰の千百合です。8月30日の記者会見で新田知事から僕たち2人を紹介していただきました。たくさんの記者さんがいて緊張したな。早速ですが、まずは記者会見の様子をご覧ください。富山県庁初のアバター職員の採用について、ご説明します。これまでも富山県の公式 YouTube チャンネルで動画による情報発信を行ってまいりましたが、県の取り組みにより親しみを持っていただくとともに、分かりやすく伝わる方法、これにことして力を入れておりますが、これを目指して、この度新たにアバター職員を2名採用しました。私たちが富山県庁で初めてのアバター職員なんだね。それに選ばれるなんて光栄なことだね。いよいよ登場するね。ドキドキするな。知事とのスリーショットをたくさん撮っていただきましたね。今後富山県の公式 YouTube チャンネルに登場してもらいます。その他にもですね、来月4日からは YouTube、Instagram でのウェブ広告動画、またマルートさん、これからもイベントなどで皆さんとたくさんお会いしたいと思います。そしてカタール富山の試合会場の、まあ、ホームでの試合会場の大型ビジョンなどにも出演してもらう予定です。いろいろと活躍場所を増やしていきたいと考えております。詳細はこの件は広報ブランディング推進室でお問い合わせください。無事に記者会見が終わってほっとしました。新聞やニュースにもたくさん取り上げていただいてとても感激です。広報課の職員として情報発信を頑張らなくちゃいけないね。皆さんの期待に応えられるように頑張ります。次回は僕たちの自己紹介をさせていただきます。どうぞお楽しみに。